今年も阿蘇高菜の新漬けの季節がやってきました。標高およそ500メートル、阿蘇の厳しい冬の寒さに耐え成長した阿蘇高菜。収穫は毎年3月中旬から4月上旬までの短期間に、機械を使わず、すべて手作業で行われます。収穫したその日のうちに塩もみし、3日から1週間ほど漬け込むと出来上がります。茎が細くて柔らかく、独特のピリッとした辛みが特徴で、春先の1ヶ月しか食べることのできない期間限定のお漬物です。阿蘇もでは、5軒の老舗漬物店の新漬けをラインナップし、少量からでも購入できます。どれを選んだらいいか迷う方には、5つの店舗すべての新漬けを揃えた詰め合わせセットをおすすめします。単品で買うよりも断然お得で、ギフト対応もいたしますので、贈り物にも最適です。ご注文はアソモのホームページからどうぞ。期間限定、数量限定の商品で、なくなり次第終了となりますので、お早めにご予約ください。